松崎町に入りましたね。西伊豆まで12キロ。いやー、会長会長、めっちゃ会長、道が空いてるっていうのがたまらん、たまらん。前に誰もいない。いやでも風が強い、風が強い。もっと全然バンクできるんだけど、気持ち的には全然バンクできるんだけど、すりそうで怖い。ステップすりたくない。誰もいないぞ。こういう道走りに来たんだよ。しかしいい道だな、おい。信号なんか全然ねえぞ。いや、あと一泊したら帰りか。いやでもやっぱ3連休はゆっくりだね。あと一泊あるって考えると、そう考えるとまあ長いよ。いい休みだよこれ。いい休暇だ今回。また天候に恵まれてるっていうのが何よりだ。ふー、隣川が流れてます。綺麗だ、川の水がすげえ透明、すがすがしいな。気持ちいい。自分のペースで走れるこの喜び、快適さ、俺の行く手を阻むものが何もねえ。信号も車も。で今度はこの15号から国道の136号に乗ると海岸線沿いを行く道なんですけど、県道の59号、これで北上していきます。ツーリングマップにもこの道混まないっていう風に書いてあったけど、すんげえ階層、景色もいいしさ、これはいい道で、当初は色崎まで行ってって思ってたんだけど、それをやめたのはちょっとね、色崎って駐車場から本当岬の先っぽまでね、10分か15分ぐらい歩くんですよね。でね、ちょっとそれね、汗だくになって歩くのが結構めんどくさくて、それでやめました。すいません。多分ね、行ったらね、またそこもね、この天気だから眺めは最高に良かったんだろうけど、まあ行ったことない温泉にも行けたしね、こっちの道も走ってて最高に気持ちいいしね、そういう意味ではまあ全然問題ないね。いいよいいよ。結構横からの風が吹いてんだけど、風切り音どうかね。高速走ってもちゃんと音声拾ってくれてるぐらいだから大丈夫かな。この辺りは左側全部桜の木っぽいね。これ春はめっちゃ綺麗なんでしょ。桜136にとりあえず乗っていいのかね。そうだね、一旦136乗るんだ。あ、やっぱりここは来たことあるね、きっと。いや、松崎の街の中抜けてまたすげえ景色のいいとこ来ました。やっぱ改めて天気のいい日に海沿いの道走るってもう最高だね。これ以上ないね。素晴らしいわこれ。もうそろそろ県道が出てくんじゃねえかなと思うんだよね。来た来た来た、西名峠、橋渡ったらすぐ右だね。ここだね、ここだね。あれ、みんな意外と右行かないんだね。みんな国道行くんだね。俺はこっち行くけど、海の景色ちょっと一瞬でしたけど、でこれからまた山の中に入っていくわけですよ。これで伊豆スカイラインという、あ、西伊豆スカイラインかという素晴らしい道をまた走っていきますね。これまた前も後ろも車いなくて、お前最高じゃねえかおい。
最高すぎるじゃねえか、おい。ほんと渋滞の道なんか走ってられっかって感じだね、こういうとこ通ると。いやめちゃくちゃ今リラックスして走ってる。肩の力抜けてる。ゆるーく走ってますね。いいよいいよ、調子いいよ。いやいよいよ山奥に入ってきた感じがするな。こういう川沿いの道なんかいいよね。マイナスイオン出てる気がするよね、この付近に。だいぶ山の中来ましたね。でもこういう雰囲気も嫌いじゃないけど、ここもね多分結構前に、もう何年も前になりますけど通ったことはあると思うんだよな。こんな感じの落ち葉が落ちてるような、で途中道路が悪いようなところも何か所かあったりして、これきっと通ったことはあると思うんだが、その時は本当に車もすれ違う車もほとんどなかったし、前後走ってる車も全くいなかったような記憶があるけど、今日は前に3台車がいますね。うわこの道、山ん中の道でいいんだけども、カレーだと落ち葉がすごいんで、ちょっと走りは慎重になるね。慎重にならざるを得ないね。あんまりスイ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 いけないですよこれ。絶対こけずに抜けるぞこの道。高度を上げてきてるのが分かりますね。うわー高い高い。落ち着け、マイペースで行け。こけるわけにはいかんのだ俺は。あー怖い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 。下手くそさを露呈してるけどね、車の連中と違って何しろ二輪なんだから。おお。道もちょっと荒れとる。おおおおおおお。路面若干ウエット&落ち葉、スリップするには最高のコンディションだこれ。若干苔むしてるっていう端っこは。怖怖。あーやだ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 。あードライコンディションのところはいいわ、緊張しなくていいわ。日陰のウエットなところダメだわ、怖いわ。おいしょ。あーようやくいい感じの道になった。ちょっと舗装されてはいるんだけど、枝と葉っぱが多すぎて走りを楽しめるような路面の状況ではないですね。もう林道とか走るのが好きな人にはいいかもしれないけど、ちょっとここは自分ダメだ、かなり慎重になってしまう。怖さが先に立っちゃう。むしろやたらと全身に力が入ってますよね。それじゃあいかんのだけど、相当登ったぜおい。ふう、分岐だ。うわなんか景色いいとこに出た一気に。ちょっと地図調べようか。ここ峠っぽいか、峠ですかここ。なるほど、西伊豆スカイラインはこっちだ。59号。あーいい道に出たようやく。あの山ん中しんどかった、よかった。こっからは快適そうだ。うわー滝滝上がってきたな、すんげー滝。こんな感じだもん、来たねこんなとこ以前。その昔来たことあるね。まだ上がる。うわ、たっけ。すげえとこ来たぞおい。
すげえとこ来ました。うわ、たけー、こんな見えるかな、カメラのどこまで映ってるかな。景色のいいとこ来ました。西名峠、ここだ。うわー、たけー、峠ここです。峠ここでございます。うわー、富士山ドカーン前に、超すげえじゃねえか。うわー、超いい景色だぞ。おい、カメラに映ってっかな、目の前に富士山だ。うわー、やべえ、絶景だ、鳥肌もんだよこれ。うーうーすげえ、すげえ道だ、絶景ロードだ、やべえ、峠越えたらそこは絶景だった、目の前富士山だった。なんでうわ富士山ってなるんだろうね、海と一緒だよね。でもう目の前にある山が、山なんか俺全然詳しくないけど、もう富士山としか認識できないというか、誰が見ても富士山、あれ山とか知らない人が見ても富士山だよね。あー、富士山が消えてった、山の奥に消えてった。いやー、すごかった。富士山見えるとなんでこう感動するんだろう。あー、下から吹き上げてくる風がすげー半端ねえ。これを411の方でいいのかな、修善寺の方に向かいます。いや、ヘルメット吹き飛ばされそうなぐらい今突風がすごかった。いや、ロードスターとかでこれ走ったら気持ちいいべ。いや、目の前の道走んだぞ、ここ走んだぞ、最高だわ。あ、風が強い、風が、風早峠とかっていう峠がちょっと前にありましたけど、名前の通りだ、めっちゃ天気いいけど風が強いね。いい道、もうほんと最高、景色最高でございます。 R25 ってやつか、250。うーい、怖い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 、すりそうで怖い、相変わらず下手くそな俺。ゆっくりゆっくり行こう、ゆっくり行こう、こけちゃなんもならんよ、こけたら、こんなとこでこけたらなんもならんよ。わー、また目の前に富士山来た、富士山来た、今日の眺め最高だ。単車で走っても車で走っても気持ちいいだろうね、こんな道だったらね。この道の延長線が西伊豆スカイラインなんだ、入るところにはきっとそう書いてあるはずだね。まあ、西伊豆スカイラインって言っても有料の道路ではなかったはずです。めっちゃ走りやすい、道広くて綺麗、たまらんたまらん。さあ、そして411127、県道の分かれ道、ここでこの先から西伊豆スカイラインに入るのかい？ぽいね、ぽいね。まあ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 、ちょっとここでまた道確認しようか。127127。わわわわ、風が強い、風が強い。よし、一回駐車。